観光戻し税承認店だった、宝石店の看板観光戻し税制度とは1972年から2002年まで沖縄県の観光産業の振興を目的に設けられていた制度である。日本復帰前の沖縄県は、関税や酒税、タバコ税などの税率が大変低く、外国製品の購入が観光の大きな目玉であった。 1972年の日本への復帰後、これらの税率は日本本土と同等とされ、外国製品は増税となり大幅に値上げされたが、増税の代替措置及び、観光産業振興支援策として、観光客が購入した製品を未使用のまま、沖縄県外に持ち出すことが条件に、特定の品目に限り物品税や酒税を還付する、観光戻し税制度が導入された。 当初はこの制度を利用する観光客は多かったものの、沖縄観光の目的がショッピングから、マリンレジャーなどに変容したこと、円高の振興や、輸入関税の引き下げによって、本土でも安く外国製品が購入できるようになったこと、1989年の消費税の導入による、物品税の廃止、ウイスキーやブランデーなど、ハードリカーの酒税の引き下げにより戻し税の引退の、 減少等によりから、この制度の利用者は1980年代以降、年々減少した。2002年に、沖縄振興策として、特定免税店が導入されたことに伴い、観光戻し税制度は廃止された。特定免税店は、沖縄県から沖縄県外へ渡航するものであれば、沖縄県在住者を含めて、誰でも利用でき品目の政権がないため日本人に、 とっては国内旅行で免税ショッピングができる。ただし関税のみが対象で消費税やタバコ税など他の関節税は免税にならない。ありがとうございます。